セクシーゾーン菊池風磨&スノーマン向井康二、あられもない姿に。共演者から、風磨の裸は夏の風物詩。セクシーゾーンの菊池風磨とスノーマンの向井康二が、26日放送のフジテレビ系、芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP ドッキリも地球を救う4時間テレビ、夜7時に出演。新作ドッキリにかかる、ドッキリ GP、4時間 SP。さらなる新作登場、芸能人が本気で考えた。ドッキリ GP は、東野幸治と小池栄子が MC を務め、ドッキリクリエイターのめぐみとしあき、菊池、向井をはじめとする芸能人が考案したドッキリを、数々の芸能人や市井の人々に次々と仕掛けていく爆笑バラエティ番組。今回の4時間 SP では、ドッキリゲーム、じゃんけん、インポッシブル、や、記憶忍者対マッサマン、全校集会スピーチサプライズ、やすこドッキリダイエットイン台湾、など、大掛かりな新作ドッキリが多数登場することがすでにアナウンスされているが、この度、ドッキリのドレミの歌、の待望の新作や、愛する我が子のため、お父さんたちがドッジボール最強小学生と対決する、ドッジボール1分間逃げられるかチャレンジ、など、さらなる新作が登場することが明らかになった。